湯ギ寺席ユギ寺席の位置湯ギ辞席、または、湯ゲ寺跡は、大阪府八尾市東湯ゲにある古代寺院跡。国の史跡に指定されている。湯ギは、湯ゲの工事である。創建は不詳。寺跡の一致する、河内国和海軍湯ゲ里の一帯は、古代氏族の湯ゲ氏の本拠地として知られ、寺は、湯ゲ氏の宇治寺であったと推測されるほか、 縁起式新明庁の河内国和海軍に記載される、湯下神社に座は、湯下氏の氏神であったと推測される。文献上では、天平14年12月30日の知識馬足等稿新聞に寺名、自創行生命が見えることを初見とする。国史では、俗に本紀天平神号が安眠上に、聖徳天皇による湯下寺への来仏及び、磁気譜に百戸個の死入のことや、 道書の放棄が安連上に、湯木寺の登蔵流の御事のりのことが見える。聖徳天皇、道教の時代には、平城系に対する最強として、湯吉宮も営まれている。その後の湯木寺の変遷はつまびらかでなく、道教の躍進に伴って発展したものの、道教の失脚と共に衰退したと推測される。なお、俗に本気に見える、龍下寺を湯家寺と同一寺院とする説や、 文治2年の古文書に見える、湯気寺を当時と同一寺院とする説もある。湯気寺石湯気寺の伽藍は、近年の調査により、大阪府や汚市東湯気の東湯気遺跡に否定される。これまでの調査において、同地では2016年に奈良時代後半の河原が大量に出土しているが、出土河原のうちに、幸福寺、東大寺と同系のものが含まれることから、 ユギジが平城系の大臣院と同格にあった可能性が指摘される。2017年2月には同地で陶器団が検出されている。陶の器団規模は一辺20メートルを測るが、これは同時期の大安寺や各国国分寺の70陶と同規模になることから、同教の権力の繁栄とする説がある。この調査では出土遺物をもとに陶の完成も認められたほか、 塔が、鎌倉時代以前に消失したことも認められている。2017年8月には、上記の塔跡の北東約500メートルにおいて、掘ったて柱建物跡及び、人工河川跡が発見されている。この建物跡は、湯吉の宮関連遺構の可能性があるほか、人工河川跡は、湯木寺、湯吉の宮の造営用資材搬入用の運河であった、可能性が指摘される。 ありがとうございます。